スベトルイの首相スベトルイは、ロシア西部トビチのカリーニングラード州西部にある都市。1945年以前は、ドイツ領東プロイセンに属し、ドイツ語で、ツィマーブーデーと言った。サンビア半島の南岸のビストラ型に面した町で、州都カリーニングラードの30キロメートル西にある。カリーニングラードからビストラ型を経て、バルチースクで、 バルト海に出る運河の途中にあたる。人口は2010年で22,225 22人。2002年国勢調査で21,745人。1989年ソ連国勢調査では19936人。1933年の人口は921人であった。1640年に、ツマーブーデという名の漁村として成立した。 19世紀末から20世紀にかけて、ケーニヒスベルクからピラウエの運河が建設され、鉄道も通じたことで漁業の町として発展し始めた。東プロイセンの北部がソビエト連邦に併合された後の1946年、現在の名称であるスベトルイへと変更された。1955年に死となっている。 戦前の1933年に921人だった。人口は1959年に6700人、1979年に17000人と増加した。主な産業は、漁業及び水産物の加工などである。スベト類の港は、漁港として重要であるだけではなく、ルクオイルグループの石油積み替え港にもなっている。ありがとうございます。